4月18日木曜日です。おはようございます。栄養未来研究所の永井佳代です。今日のメインは鶏のマーマレード焼き。鶏肉をマーマレードで漬け込んだ一品です。まず鶏肉の下ごしらえからしていきましょう。今日は鶏肉を大きいまま1枚のまま焼いていきます。醤油とマーマレードを合わせたものをしっかりと揉み込んでいきましょう。180度のオーブンで今日は1枚のまま焼いていきますので25分ぐらい焼いていきましょう。オーブン皿の上にオーブンシートを乗せて、鶏を皮を上にして焼いていきます。焼いている間に付け合わせの人参のグラッセを作っていきます。長さ5センチくらいの長さにカットして、同じ大きさになるように今日はシャトー切りにしていきます。細いところは、一番細いところは縦の4つ割り、真ん中は縦に6つ、一番太いところは縦に8つに8等分に分けてください。そして角を全部カットしていきます。これでシャトー切りという切り方になります。切り落とした角はぜひサラダなどにして召し上がってください。お鍋に人参とバター、そしてお砂糖、そしてひたひたのお水を加えて火にかけます。バターとお砂糖が溶けてきて、沸騰してきたら落とし蓋をして水分がほとんどなくなるまで煮ていきましょう。はい、こんな感じです。ツヤよく仕上がりました。これで人参のグラッセの完成です。そして鶏肉です。25分から30分ぐらい焼いて、焼いた状態がこちらです。この状態で少し肉汁が落ち着くまで、この状態で置いておいてください。焼き上がってすぐにカットしてしまうと、中の肉汁が全部出てしまってパサパサになってしまいます。特に子供はパサパサを嫌いますので、ジューシーに仕上げるために少し冷ましておいてください。そしてカットしていきます。器に盛って鶏肉のマーマレード焼きの完成です。